日本政府は反撃能力の設計に海上自衛隊のイージス艦への長距離巡航ミサイル搭載との情報をキャッチしました。今回はこの海上自衛隊イージス艦長距離巡航ミサイル搭載を詳しく見ていきますね。トマホークも念頭に置いて計画すべきですよね。かつて日本のミサイル防衛の中核を担う存在として導入が期待されていたのが陸上配備型のミサイル迎撃システムであるイージス・アショアだったが、2020年6月に当時の河野防衛省の異例の発表で中止が決定された。その当時の日本ではイージス・アショアを北は秋田県、南は山口県に配備する計画を推進していたが、ミサイルのブースター部分の落下位置について安全性の担保が困難なことから急遽の中止が決定されたものだった。このイージス・アショア導入をめぐる一連の不手際は政権批判をしたい勢力からの絶好の非難の矛先となったが、日本のミサイル防衛の見地からはそうした政治的な思惑は抜きにしても何らかの代替策は急務となった。もともと陸上配備型のイージス・アショアの導入が計画された大きな理由は、現状では敵国から飛来する弾道弾頭のミサイル兵器に対しこれを迎撃できる兵装は海上自衛隊のイージス護衛艦にしか存在しないことが問題視されたためだ。海上自衛隊ではいずれもアメリカ海軍のアーレイバーク級イージス駆逐艦をベースに建造を行い、2022年現在までに金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻のイージス艦を保有はしている状態にはある。しかし、こうしたイージス護衛艦に限らず、艦艇とは、1実戦配備、2訓練、3艦艇自体のメンテナンスの3つの状態を繰り返すことで、運用状態を維持するものであり、平時の同時稼働数は、多くとも3隻程度となってしまうのが通例だ。これに対して、昨今は、中国からの尖閣諸島をはじめとする、南西諸島方面への、軍事的な圧力が年々増加傾向にあり、日本側としては、貴重で高価かつ数が限定されるイージス護衛艦を、ミサイル防衛にのみ従事させる事態は回避したいと考えた。それでなくとも、海上自衛隊では、艦艇の乗組員の確保には、すでに苦慮しており、一度出航すれば、長期間、洋上の艦艇内に拘束されることを意味する。これらの乗組員は、数ある自衛隊の職種の中でも不人気であることは、残念ながら明白であった。そうした海上自衛隊の近年の傾向もあり、陸上配備型のイージス・アショアは、その形式ゆえに、通勤での対応が可能なこと、艦艇に、必須の、1配備、2訓練、3艦艇のメンテナンスのローテーションによる、稼働状態の低下を抑制できることが期待されていた。このメリットにかなう上、貴重なイージス護衛艦を他の任務に従事させることが可能と判断されたことが、イージス・アショアの最大の導入理由だったわけだが、前述のように、この考えは、ブースターの落下の制御の問題で、追放に返した。それでも、日本政府は、ミサイル防衛に、穴を開けるわけにはいかないため、2021年末までに、イージス・アショアで調達を決定していた AN-SPY-7 レーダーを流用し、ミサイル防衛専用の艦艇を2隻新造する方向性を決定した。これは、現行の海上自衛隊のイージス護衛艦らとは異なり、あくまでイージス兵器システムを搭載し、ミサイル防衛を専用に担う艦艇となることが示されたが、艦艇型であることの前述のデメリットは完全には解消されていない。また、新造される
このミサイル防衛専用の艦艇が2隻という数である点も、先の運用上での避けられないローテーションを考慮すれば、未稼働の時期が必ず発生すると思われ、その時には、既存のイージス護衛艦がカバーせざるを得ないと思われる。こうして決まったミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦だが、当初は、その限定的な使用目的から、通常の弾道戦タイプ以外の採用も検討されたものの、建造に要するコスト等の高騰も勘案し、それらの可能性はなくなった。昨年2021年の夏の時点では、こうしたミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦は、コスト面、運用面での検討すべき点が複数に及ぶため、2022年度の予算への概算要求には盛り込まれず、今後の進捗が注目されていた。元々のイージス・アショアの場合は、2023年度中に、秋田県内市は、山口県への実戦配備が考慮されていただけに、専用艦を新造した後、イージス兵器システムを搭載して、要員を確保し運用するまでには、かなりの時間を要することは、想像に難くない。昨年時点で、ミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦の建造には、少なくとも、1隻で、2500億円以上は、必要になるとの試算もあり、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型が1隻およそ1720億円であることに、比しても高額ではある。これは、やはり、専用の汎用性のない艦艇を2隻のみ建造するという、前提からは、避けようのない事態とも言えそうだが、イージス・アショアの場合には、1機あたりは、およそ1224億円ほどのコストが見込まれていたことからすれば、単純に倍増に相当する。ただし、もっと時間を要する可能性があると見られていた、ミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦の予算への組み込みは、2023年度の概算要求の中に、建造にまつわるコストの一部が反映される見通しとも報じられている。日本の防衛関連のニュースについて、大手マスコミの中でも、発信が早い読売新聞社では、このミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦の建造には、設計の段階から起算しても、5年以上は、かかるのではないかとの記述も見られる。しかし、読売新聞社が報じた中で、注目を集めたのは、2022年8月17日に掲載された記事であり、そこでは、ミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦に対して、現行の、12式地対艦誘導弾の能力向上型を実装する案に言及されていた。陸上自衛隊が現在配備中の、12式地対艦誘導弾は、最大射程距離は 200km 弱に過ぎないが、この能力向上型は、現在の日本政府のスタンドオフミサイル構想に基づき、今後 900km、1500km へと長射程化が打ち出されている。12式地対艦誘導弾の製造元である。三菱重工業者は、こうした射程距離の延伸と発射プラットフォームの多層化を進めているとされてきたが、ここに来て、艦艇型をミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦に統合する可能性が浮上したわけだ。この構想は、ミサイル防衛専用のイージス兵器システム搭載艦という前提、その中のミサイル防衛という、枠を飛び越えた用途を想定している点で非常に興味深いが、同時に、12式地対艦誘導弾の能力向上型の対地攻撃能力が注目点だろう。日本では、これまでも敵基地攻撃能力を行い得る兵器を保有することは、自衛隊の掲げる専守防衛の理念にそぐわない、等の理由により、リベラル派、左派を中心に批判の声が強く、政府も反撃能力と言葉そのものを置き換えてきている。昨今のウクライナ戦争の趨勢を見渡しても、敵よりも長射程で
精緻な攻撃が可能な兵器の必要性は、如実に証明されていると思えるのだが、この保持に反対する勢力は、そう主張するのであれば、何らかの代替案を示す必要があるだろう。ちなみに、そうした勢力の一部である日本共産党は、2021年7月11日に、機関紙、新聞赤旗市場で、イージス・アショア用に、調達を決めた ANSPY-7 レーダーの流用を、時の政権と防衛省のアメリカとの癒着だと、いつも通りの言説を披露している。